Yeah. Yeah!
idea. いらっしゃいませ。ありがとうございます。ちょっとてめえ。いらっしゃいませ。
き出してねえから。直近しようぜ。本気だぞ。あれはちょっとそこな。やんのか。だっ、うん、はい、どいてください。急いでるんですけど。奇遇じゃねえか。俺ちょっと寄付してもらおうか。後悔するなよ。勘弁してくれ。悪かった。おい、ああ、え、おい、ちょっと待て。あのさ、兄ちゃん、俺らに その面がムカつくぜ。邪魔だ。すみません。
おお。あのさ、兄ちゃん。俺らに金貸してくんな。おい。え？ああ。いえ。はい。おい。大丈夫かよ。 なんだね君は。やめて。場所を変えようか。お願いします。ちょっとそこな。お前今ガンつけたの邪魔だ。お久しぶりです。おお、キリュウか。はい、先日出所してまいりました。で、セラの葬式であの大暴れか。どうした、墨でも入れ直しに来たのか。いえ。この文様は月下美人だな。一年に一晩しか咲かねって花だ。実はこの入れ墨、俺が掘ったって言いてえのか。確かにこれは俺の文様だが、最近は真似するやつも多い。俺は掘った入れ墨は全部覚えてるんだ。こいつは俺じゃねえよ。そうですか。もしもし。おお、お前か。ああ、いるぜ。錦山からだ。え？桐生だ。久しぶりだ、兄弟。どうして俺がここにいると。情報ってのは権力の大きいところに集まるもんだ。今の俺は欲しいと思った情報は大概手に入る。水木の死体はもう見たか。何だと。お前と差しで話がしたい。明日夜の10時セレナで会おう。キリュウ、背中の竜に色入れ直してやる。弱っちい竜じゃ今の錦山には勝てねえぜ。
もう十何年も前か。お前は竜を、そして錦山は鯉を背中に入れた。入れ墨ってのは背負ってるそいつ自身が光らせるもんでな。今錦山の背中はすげえ色に輝いてるはずだ。これでやっとあいつはお前と対等に張り合える。俺と甲賀を泳ぐ鯉は山脈を経てやがて竜門に入る。竜門を登り切った鯉は竜に生まれ変わるんだ。やつは竜門を登り切ろうとしている。最後に竜になるためにはお前という相手が必要なのかもしれねえな。錦山がここに？ああ。遥かは東城間に狙われてる。連れ出さねえとまずいぞ。西の河原が一番安全だろう。あそこか。まあ確かにそうだろうが。行かないよ私。どうしたの遥ちゃん。おじさん、さっきお母さんのこと調べに行ってたんでしょ。なのになんで連れて行ってくれないの。私、お母さんに会いたいの。ここに遊びに来たんじゃないの。おい、はるか。このペンダントでしょ。このペンダントがみんな欲しいんでしょ。私なんてどうだっていいんでしょ。おじさんだってきっと100億円欲しいから私と。すまん。お母さんのこと教えてよ。何か知ってるんでしょ。ねえ教えてよ。何とか言いなさいよ。はるか、キリュウはな、お前のお母さんが。うるせえ、言うな。はるか、今は俺を信じてくれ。それしか言えない。私だって信じたい。でも私にはお母さんしかいないの。おじさんが勝手にするって言うなら私もそうする。さよなら。はるかちゃん。はるか。まずいぞキリュウ。キリュウちゃん。キリュウ、あれ？何？あ、はい。でも、なんか…どんな感じ？ええ、うつむいたまま歩いてた。そうか。いや、
ちょっとそこまでは。分かった、ありがとう。